こんにちは、制限チャンネルです。今回は、前回紹介した、こちら、バーゴと、チタンのアルコールストーブ、こちらを、実際使ってみたいと思います。で、今回は、簡単なテストなので、まあ、お湯を沸かして、まあ、コーヒー飲んでみたいなと思います。それでは、早速やってみたいと思います。まあ、ポタリングの、火起こしセットとして買ったんですけども、まあ、ちょっと、テストがてら、一回やってみたいと思います。それでは、まずバーゴを組み立ててみます。まあ、組み立てるっていうほどのものではないんですけど、よいしょ。はい、バーゴができました。バーゴのこんな感じですね。はい、で、こちら、チタン、エヴァニューのチタンのアルコールストーブ、まあ、今回はこれがメインになります。まあ、火力が高いということだったんですけども、まあ、実際どれくらいでお湯が沸くのかっていうところです。で、まあ、今回は、まあ、多分ポタリングで持ち歩くだろう、スノーピークの900トレック、これで、お湯を沸かしてみたいと思います。水は大体400リッターぐらい入れました。このぐらいですね。まあ、まあ、これ、まあ、コーヒー一杯分ぐらいが軽くあると思うので、まあ、これぐらいでどれくらい沸くのか、こんな感じですね。システム的には。こんな感じですね。じゃあ、このチタンのアルストに、まあ、アルコール燃料を入れてみたいと思います。まあ、どれくらい入れればいいでしょうね。とりあえずまあ15ミリリットルぐらいですかね。まあ20ミリぐらいですかね。まあちょっとそれぐらい入れてみたいと思いました。このぐらいです。まあ、15ml から 20ml ぐらい入れました。では、火力がどれくらい強いのかっていうのがちょっと楽しみですね。では、お湯を沸かして、まあ、火をつけてみたいと思います。はい、つきました。まあ、本燃焼までちょっと時間がかかるとは思うんですけれども。まあ、こんな感じですね。まあ、ポタリングの時も、今までは、まあ、一番お気に入りの牡蠣、スベア123がある持って行ってたんですけど、まあ、お気に入りではあるんですけど、やっぱり風に弱いのとちょっと重いっていうのがあったので、まあ、前回動画でも、話しましたけれども、このバーゴとチタンのアルコールストーブで、お湯を沸かすっていう、こちらの方に切り替えたいなと思っています。ポタリング時は。まあ、ただ、まあ、自分の一番お気に入りの牡蠣は、スベア123があるので、間違いはないです。やっぱりなんか、火力が強い感じですね。結構、この、やっぱり、普通のアルストより、火力が強そうですね。まあ、火が、これぐらいですね。20センチ弱ぐらい上がってますね。これは確かにすぐ火が湧きそうですね。これはすごいかもしれないです。まあ、このチタンの、アルコールストーブは火力がいいけれども、まあ、燃費は悪いみたいなところもあるんですけども、自分は燃費の悪さは全然気にしてないんで、まあ、とにかく、ポタリング時はすぐお湯を沸かしてお茶飲みたいとかラーメン食べたいというところが火力優先でした。蓋とかもないんですけれども、まあ、とにかく火力を優先した感じですね。なんで、まあ、このチョイスになりました。まあ、今のところ、なるほどなという感じで火力が強そうな感じですね。これだと、まあ、バーゴで、まあ、360度、まあ、風防にもなってますし、お湯沸かすのにも問題ないかな。
スベアだとやっぱりちょっとあの風が強いとあの、まあ、前回行ったところでは、10分くらい、お湯沸かすのにかかってしまって、なおかつきちんとあんまり沸騰してなかったっていうところもあるので、今回は、まあ、次回、まあ、ポタリングの時はこれでこのシステムでやっていきたいと思ってます。なんで、ちょっと前面の蓋閉めてみます。こんな感じですね。で、まあバーをまあ基本風防として、まあ風防ごとくとして使う、アルストの使うんですけども、まあなんだ、簡易のあの、まあ、焚き火台にもなるっていう話だったんで、まあいいかなと思ってですね、もうすでにお気に入りのギアになってる感じがありますね。まあ実践投入はまだしてないんですけど、まあ、今回は初めてアルストに火を入れて、まあ、バーボンを実際に使ってる感じですね。おー、でか、やっぱり燃費はかなり悪いですね。まず、燃料 15ml 入れたんですけれども、すでになくなってお湯が沸く前になくなってしまった感じですね。これはちょっとここまで燃費が悪いのはちょっと想定外でした。まあでも、うん、まあそれだけ火力が強いということなので、まあ OK かなっていうところがあります。はい、追加で、アルコール燃料を、まあ、30ml 入れてみました。まあこれでさらに、まあ、また火をつけてみたいと思います。まあ、思ったより燃費が悪かった。本当に燃費が悪かったですね。まあ、ただ、いいです。まあ、ちょっと追加で、ね。となると、まあ、想定してたのが、ポタリング G は、この、ナルゲンの 60ml のボトルで、アルコール燃料持っていけば、まあ、1、2回はできるかなと思ったんですけども、多分1回で使い切る量なんでしょうね。なんで、まあ、これ、30ml と 60ml、もしかしたらこの2つ持っていった方が、もしくはもうちょっと大きいナルゲンのボトル買ってやった方が良さげかもしれないですね。まあ、ちょっといい検証になりました。うん、思ったより燃費が悪い、やっぱり。まあ、火力と引き換えなんでしょうけど。はい、ではですね、お湯が沸いたので、まあ、のコーヒー飲んでみたいと思います。まあ、安定のこれですね、スティック。自分はこのカフェオレカロリーハーフ2分の1が一番好きです。まあ余談です。お湯ですけど、まあ、水 400ml 入れたんですけども、アルコール燃料、まあ、最初20で次30入れたので、まあ、大体 50ml、 400のお湯に対して 50ml のアルコール燃料を使った感じですね。多分、その、まあ、使い切る前にお湯沸いてたので、まあ、1回 400ml で 40ml ぐらいかなっていうところです。なんで、まあ、100ml のお湯を、まあ、単純計算にもならないとは思うんですけど、とりあえず、まあ、今回としては、400ml の水を沸騰させるためには、大体40ml のアルコール燃料が必要だったっていうところです。美味しさですね。で、今回、1回やったんですけども、チタンこんな感じで綺麗な青色になってますね。変色してます。まあ正直な感想で、まあ、火力も強いけど燃費も本当に悪いなっていうのは本当に正直な感想ですね。なんで本当にそのまあ
炊飯とかには向いてないし、やっぱりお湯を沸かすということに特化したアルストじゃないかなと思います。まあ、とにかく火力が強いっていうところだと思います。まあ、ということで、今回は、前回ご紹介した、バーゴ、ステンレスのバーゴと、チタンのアルコールストーブ、エヴァニューのアルコールストーブを実際に使ってみた、まあ、検証動画となります。それでは、制限チャンネルでした。ありがとうございました。また。